世界の偉人。02。小説家たちの生き様と作品。世界的に有名な小説家は数多く存在していますので、今回の世界の偉人シリーズでは、世界の偉人02と題した動画を制作いたします。この動画では、個人的なリストにある小説家の生涯と作品について紹介いたします。また、その他の著名な小説家についても、リクエストを受けて別途動画を制作いたします。ご希望の小説家がございましたら、コメントにてお知らせください。動画の最後には、紹介予定、紹介済みの小説家の名前を記載しております。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。ジェーン・オースティン。1775年から1817年、42年間の生涯でした。優美な筆で描かれた時の香り、ジェーン・オースティン心の琴線を響かせる言葉の調べ。社交界の微妙な糸を紡ぐ彼女の手に、愛と風刺が詩的なダンスを奏でる。舞台は優雅な英国の庭園、語り手は女性の心の奥深くにあり。優れた洞察力と繊細な感性で愛の迷路を巡り導く女神のよう。傑作、高慢と偏見エマ、理性と感情。輝く宝石のように輝く彼女の名、時を超えて響くその存在は永遠の詩に綴られる美しき言葉、ジェーン・オースティン、彼女の魂は風と共に舞い、愛の詩を紡ぐ。永遠に忘れられぬ名声をまとい文学の花園に華やかな輝きを与える。ジェーン・オースティン、ジェーン・オーステンは、18世紀後半から19世紀初頭にかけて活躍したイギリスの作家であり、イギリス文学の偉大な女性作家の一人として称賛されています。ジェーン・オースティンは、1775年12月16日にイングランドのハンプシャー州スティーブントンに生まれ、1817年7月18日にウィンチェスターで亡くなりました。彼女は、イギリスの小説家であり、18世紀から19世紀のイングランドにおける田舎の中流社会を舞台として、洞察力に裏打ちされた解釈で女性の私生活などを結婚を中心として皮肉と愛情を込めて描いた作品が近代イギリス長編小説の頂点とみなされています。オースティンは大家族の一員として育ちました。彼女は、牧師である父ジョージ・オースティンと母カサンドラの間に生まれ、7人兄弟の中で2番目の子供でした。彼女は、1783年に姉カサンドラと共に知り合いのもとへ預けられ、短期間ではあるがオックスフォード及びサウサンプトンで教育を受けました。1785年から翌年にかけてはバークシャーのレディングにあるレディング修道院女子寄宿学校で学びました。家族は比較的裕福な中流階級に属していました。彼女は教育を受ける機会に恵まれ、家庭での教育によって文学の知識を身につけました。彼女の家族は読書と文学に熱心であり、この環境が彼女の執筆の才能を育むことになりました。オースティンは若い頃から物語を書くことに情熱を燃やしていましたが、当時は女性作家の社会的な地位が低かったため、彼女の作品は匿名で出版されることが多かったです。彼女の作品は社交界や家族の絆、結婚など、当時の上流階級の生活を描いたものであり、独特のユーモアと風刺が特徴でした。最初の小説、感情と理性は匿名で出版され、成功を収めました。彼女は、1789年に早くも小説の原型を書き始めるようになりましたが、これは友人や家族に読み聞かせて喜ぶためであったようです。1795年、書簡体系式のエリナとメアリアンを、翌年には、第一印象を書きました。父は、第一印象の出版を打診する手紙を出版社に送りましたが断られました。1797年11月、エリナとメアリアンを下敷きとして、分別と多感を書き始めます。さらに、後に、ノーサンガービーとなる、スーザンにも取り掛かり、1803年にはクロス同社に売りました。しかし生前は出版されず、死後、説得とともに出版されました。1801年、
父ジョージは長男ジェームズに牧師職を譲り、一家は当時から著名な保養地であったバースへ移りました。この時期にワトソン一家を書きましたが、放棄されてしまいます。1805年1月21日に父が死去すると、オースティンと母と姉の3人はサウサンプトンのカッスルスクエアの5系フランシスの家でしばらく平穏に暮らしました。妻を亡くした三兄エドワードの勧めで1809年にチョートンへ移ります。エドワードの妻は裕福で、所有していたコテージで生活するようになりました。この家は現在ジェイン・オースティンズハウス博物館として一般公開されています。1811年、マンスフィールドパークを寄稿し、さらに、分別と多感を匿名で出版します。さらに1813年1月には、第一印象をもとにした、高慢と偏見を出版しました。作品はすべて匿名で発表され、親しい者にも明かさなかったようです。1814年5月には、マンスフィールドパークを刊行しますが、読者や文壇からジェイン・オースティンという名前が知られることはありませんでした。だが1815年10月、エマの出版直前に偶然が重なり、摂政王太子ジョージ、後のジョージ4世にもてなされました。王太子はジェインの作品の愛読者であり、そこで急遽エマが検定されることとなりました。1816年になるとオースティンは体調を崩しがちになり、現在ではアジソン病に罹患していたと考えられています。病状は一進一退を繰り返し、翌1817年5月は療養のためハンプシャー州ウィンチェスターへ移りますが、その2ヶ月後の7月18日に死去しました。彼女の亡骸はウィンチェスター大聖堂に葬られ、1818年にノーサンガーアビーと説得が出版されました。しかし、オースティンの生涯には悲劇もありました。彼女は一度結婚の申し込みを受けたものの、その後取り消されてしまいました。彼女は独身のままであり、その後の人生を家族や執筆に捧げました。彼女は作家としての成功を収めた一方で、健康問題にも悩まされました。1817年、オースティンはわずか41歳で亡くなりました。彼女の死因は明確にはわかっていませんが、現在の推測ではアデノウイルス感染症によるものと考えられています。彼女の死後、ジェーン・オースティンの作品はさらなる評価を受け、広く読まれるようになりました。特に彼女の作品は19世紀以降のイギリス文学において重要な位置を占めることとなりました。20世紀に入ると、ジェーン・オースティンの作品は再評価され、研究されるようになりました。彼女の小説は女性の自立や結婚における選択の自由、社会の風刺など、様々なテーマを含んでおり、現代の読者にも共感を呼ぶものとなっています。また、ジェーン・オースティンの作品は数多くの映画やテレビドラマの原作としても取り上げられ、幅広い視聴者に愛されています。彼女の作品を通じて、魅力的な登場人物や緻密なストーリーテリングが描かれ、視覚的なメディアでもその魅力が引き立てられました。ジェーン・オースティンの生涯と作品は、文学史上において独自の位置を占めています。彼女の作品は女性の視点や感情、社会の風刺を鋭く捉えたものであり、人間の心理や感情を深く掘り下げたものとして、その影響力は多くの作家や読者に広がっています。ジェーン・オースティンは短い生涯でしたが、彼女の才能と洞察力は不朽のものとして後世に受け継がれています。ジェーン・オースティンはその生涯で6つの長編小説、分別と多感高慢と偏見エマ、マンスフィールドパークノーサンガーアビー説得を残しましたが、それらすべてが平凡な田舎の出来事を描いたものです。彼女が求めた題材の範囲は非常に狭く、いずれも登場人物は名家の娘と牧師や軍人などの紳士であります。彼女の作品は今なお愛され続け、文学界において欠かせない存在となっています。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。ジェーン・オースティンの代表的な作品です。感情と理性この小説はオースティンの最初の長編作品であり、二つの姉妹、エリノアとマリアンの物語を描いています。
感情と理性の対比がテーマであり、恋愛や結婚の決断において、感情と理性のバランスを描いています。分別と多感この作品は主人公のキャサリン・モーランドが、バースの社交界での経験を通じて成長していく物語です。オースティンの風刺まとな視点が際立ち、登場人物たちの虚栄心や社会的な偽善を描き出しています。傲慢と偏見、おそらくオースティンの最も有名で愛される作品であり、エリザベス・ベネットとミスター・ダーシーの恋愛を中心に展開されます。社会的な階級意識や先入観に立ち向かう姿勢が描かれ、キャラクターの成長と自己発見がテーマとなっています。エマ、この作品はエマ・ウッドハウスという自信過剰な若い女性を中心に展開されます。彼女の友人や家族との関係、そして自身の恋愛を通じて成熟していく姿が描かれています。愛情や誤解、自己啓発のプロセスが重要な要素となっています。マンスフィールドパーク、物語はファニー・プライスという貧しい親戚の少女を中心に展開されます。彼女は裕福なマンスフィールドパークの家族に引き取られ、新たな環境での苦悩や自己発見を経験します。社会的な階級制度や道徳的な問題がテーマとなっています。ノーサンガアービー、キャサリン・モーランドが主人公であり、彼女のバースの社交界での冒険を描いています。この作品は一種のパロディであり、当時のゴシック小説のスタイルや登場人物のステレオタイプを風刺まとに描いています。説得、この作品はアン・エリオットという主人公の女性を中心に展開されます。彼女は若い頃の誤った判断によって大切な人を失い、後悔と再会のチャンスを通じて自己成長を遂げる物語です。愛と謙虚さ、社会的な期待に応えるか自己を信じるかというテーマが描かれています。以上がジェーン・オースティンの代表的な作品の一部です。それぞれの作品は社会の風刺や恋愛、自己発見などをテーマに緻密なキャラクター描写とユーモアを織り交ぜながら描かれています。ジェーン・オースティン、エピローグ。ジェーン・オースティンは、1775年から1817年までの短い生涯でしたが、その文学的遺産と人物像は不朽のものとなっています。以下に彼女の人物像をまとめます。ジェーン・オースティンは鋭い観察眼と優れた筆力を持ち合わせた作家でした。彼女の作品は、当時のイギリス社会や女性の立場を風刺まとに描きながらも、深い洞察と感情の描写が特徴でした。彼女は社会の様々な側面を見抜き、登場人物の内面の葛藤や成長を巧みに描き出しました。オースティンの作品は、恋愛や結婚を通じて主人公たちが自己を見つけ、成長する物語が中心です。彼女は登場人物たちの内面の葛藤や感情を繊細かつリアルに描写し、読者に深い感銘を与えました。彼女の作品は時代や文化を超えて読まれ、現代の読者にも共感を呼びます。ジェーン・オースティン自身も社交的で知的な人物であり、文学に対する情熱と才能を持っていました。彼女は自身の作品を家族や友人に読ませ、彼らからの反応や意見を大切にしました。また、彼女の手紙も多く残されており、その中からも彼女の鋭い観察力やユーモアが伝わってきます。残念ながら、ジェーン・オースティンは早くに亡くなりましたが、彼女の作品は彼女の存在を超えて広まりました。彼女はイギリス文学の偉大な作家の一人として認められ、その作品は世代を超えて愛され続けています。ジェーン・オースティンの人物像は、鋭い観察力と洞察力を持ちながらも、温かさとユーモアに溢れた作家として描かれます。彼女の作品は人間の心理や感情を深く理解し、社会の偏見や風習に対して批判的なスタンスを示しています。彼女の文学的遺産は今もなお尊重され、彼女自身も文学史において欠かせない存在とされています。余談ですが、彼女は若い頃に初恋を経験し、後にもう一人の紳士と恋に落ちましたが、彼は亡くなってしまいました。1801年にはハリス・ウィザーという人物に求婚されましたが、一旦承諾したものの翌日には断りました。
彼女は同じく婚約者を亡くした経験を持つカサンドラと共に生涯独身を貫き通しました。1816年になるとオースティンは体調を崩しがちになり、病状は一進一退を繰り返し、翌1817年5月には療養のためハンプシャーのウィンチェスターへと移ったが、その2ヶ月後の7月18日に死去しました。彼女の亡骸はウィンチェスター大聖堂に葬られ、1818年にノーサンガーアビーと説得が出版されました。ジェーン・オースティンは、18世紀から19世紀のイングランドにおける田舎の中流社会を舞台として、洞察力に裏打ちされた解釈で女性の私生活などを結婚を中心として皮肉と愛情を込めて描きました。その作品は近代イギリス長編小説の頂点とみなされており、英語における自由間説話法、病室話法の発達に大きく貢献したことでも知られています。いかがだったでしょうか？この動画では、ジェーン・オースティンについての情報や作品の魅力をお伝えすることを目指しました。皆さんがその内容に興味を持ち、視聴してくださったことを心から感謝しています。動画化されていない有名な小説家など、新たに動画制作いたします。ご希望がございましたら、コメントにてお知らせください。シリーズで動画予定の小説家、ウィリアム・シェイクスピア、ジェーン・オースティン、チャールズ・ディケンズ、ヒョードル・ドストエフスキー、レフ・トルストイ、マーク・トウェイン、ジェームズ・ジョイス、夏目漱石、芥川龍之介、アーネスト・ヘミングウェイ、宮沢賢治、スティーブン・キング。以上、作成予定の著名な小説家です。最後までリラックスストーリーズテレビをご覧いただき、誠にありがとうございました。次回作も現在制作中です。まったり、ゆっくり、時々恐怖していただけるよう頑張っております。チャンネル登録といいねボタンを押していただけると、私たちの励みになります。今後も皆様に心地よい時間を過ごしていただけますよう、精進してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。